安妻徹君日本維新の会の東徹でございます、えー、あの3名の参考人の皆さんあの、今日は本日は貴重なご意見ありがとうございます。で、えー、まず、あのまあ、石塚参考人の方からですね、あのまあ、慎重な議論というお話がありました。あの私もですね、これ、慎重な議論が非常に大事ではないのかなというふうには思います。 まああのまあ、残念ながら、ですねょ、まあ、あの,、まあ、今日の議運の理事会でも,もう決まりまして、9日の日にまあ採決までいくということがまあ決まっておりますので、あの参議院は、これはあの、よく言われるように、カーボンコピーと言われておりますが、討、ま、議、あ、構想がかかっておって、まあ、衆議院で、 えー、賛成したのはまあ参議院でも賛成とまあだいたいですねまあそういったあことがですね、えー、言われておりまして、えー、まあ非常にまあ慎重な議論というのは私はもう非常に大事だなというふうに思いましたまあその中で、えー、何点かですね、えー、ご質問させていただきたいというふうに思いますまずあのお今井参考人にもちょっとお聞きしたいと思いますがまあ今回のですね。 <laughs> この法案なんですけども、この再犯防止というまあ刑法の改正の観点と、もう一つ侮辱罪という、全くこれ、違った法案をですねこれ提出してきているということについて、これ、非常にまあ議論が、全くこう違う論点で議論しなければならないというふうに思っておりますが、こういう方の形の,この提案の仕方について、今、参考に。 何かお考え考えられる思うところありましたらお聞かせいただければと思います今井参考人はいご質問ありがとうございますまずあの抗菌系を創出するあるいは再犯防止を目指す議論はご案内の通りもう数年代にわたって法制審議会部会で検討してまいりました それがようやく慎重な審議の上で煮詰まって法案化したというときに、侮辱罪に関する新たな出来事が起きましたので、法務省におかれては、迅速な対応が必要と思って部会を設置し、案が通ったところであります。そうしますと、今回、時期にかなったように、今、国会、通常国会開催中でありますから、それをまとめて出すということは、早急にその2つの事態に対する法律 施行による解釈を示すということは必要な措置だと思いますので、私はこのタイムリーなまとめによる法案提出だと思っております東邦、はい、君、えーはい。同じ質問をです、ね、山田参考人にもお聞かせいただきたいと思います山田参考人、はい、思い起こすにです、ね、ちょうど1年ほど前にです、ね、あの特別委員会に私、あの 発言をいただきましたそのときにはデジタル化法案の特別委員会でありましたけれども、まさにその多くの法案を一括して議論をすることに意味がある場合もなくはないと思います、すなわち多くの法案が極めて密接な関連性があって、しかも集中審議をする必要があるという場合にはです、ね、その必要があろうかと思っております。 ただし、まあ、今回の場合でいうならばその密接な関係性あるいは、えー、集中審議をする必要性というものに関して少なくとも侮辱罪に関してはそれを見出せることが私自身はできないと思いますし実際問題、まあ、提案母体の法務省も法制審議会の議論もやはり私から見ればあの急ぎすぎたんではないかなと。 でその結果、まあ、今回、えー、衆参両院での、まあ、真摯な議論で、ようやく問題点が明らかになりつつあるわけですけれども、まあ、それは本来だったらば、少し前の手前で、ところで,です、ねえー、議論をし,、えー、した方が良かったんではないかと、その方がむしろネット上の誹謗中傷対策も含めてです、ねえー、この場でももっと有益な、前向きな議論ができたんじゃないかと思って、残念にな思っております、以上です。徹君 はい、えー、同じ質問をです、ね、石塚参考人からもお聞かせいただきたいと思います一言で言いますと、補足、全く違うものを一緒に出してきて、期限の決まっている通常国会で逃走、これは補足ですよ、以上はい大変わかりやすい。東東君あ大変わかりりやすすくありがとうございます あの続きまして、えー、名,称に名称のです、ね、変更についてですね、お聞かせいただきたいというふうに思います。えーまあ、あの先ほどです、ねあの、今井参考人の方からもお話がありましたし、またこれについては、あの石塚参考人の方からもお話がありました。<laughs> で石塚参考人の方からもです、ねえー、話の中で、えー、私もです、ね、あの再犯の防止というのは、これ、当然あの、大切なことでありまして、やっぱり再犯防止していくというのは大事だと思いますが、まずはです、ね、あの一般抑止、一般予防というかです、ね、まあ、そういったところの観点も非常に大事ではないのかというふうに思います。まあ、そんな中で、あの懲役という言葉はですは、ね、非常に私からしては重たいと思いますし、 国民にですね、まあ広くまあ浸透しているまあ名称でもあるというふうに思います。で、あの再犯防止の観点からですね、この名称まずですね、変更しなければならなかった理由について、今井参考人から、そして石塚参考人からお聞かせいただければというふうに思います。今井参考人。はい、ありがとうございます。えっとご説明の際にも私申し上げたと思いますが、懲役 金庫といいうう言葉は先生ご指摘ののよにに大変人口に感謝しししてておりりままイメージがしやすすものでありますただしそれはまあ日本の歴史に基づく、あるいは中国の古典によっているものだと思うんですけれども、やはり多分、もっと新しい世代の人がそれを見たときには、重々しいイメージも持つやにしれません。やはりあの刑罰を科すということは、その人に一定の不利益を国が科すわけでありますから、その点を淡々と示す方が良いのではないかと、私は個人的に思っておりますので、そのためには、 えー、自由刑という名称は不適切であり、拘禁刑というものに改めようと、そしてその中で何をするかによって、えー、刑罰の重さあ、程度について評価を与えるのがいいのではないかと思っています。で、一項補足しますと、拘禁刑、インプリズンメントというのは、イギリスやフランスでは普通に使われていて、ずっと一般に使われている名称であります。で日本がなぜ懲役刑という名称を取ったか 今言ったように、中国の古典プラス、ドイツが自由形ということを使っていたからなのですけれども、そのドイツが、ドイツ語でいう自由形というのは、国際的に見ると一般的な用語ではありませんので、やはりインプリズムメントという言葉に即した名称に変えるのは良いのではないかと思っておりますす以上です石塚参考人。拘禁、はい、刑という言葉が決まったのは、おそらく去年の9月、報道によるとですね。 えー、法制審議会等であの部会でお話になった先生方が集まって、えー、決まりましたというのを報道で知りましたで私たち刑法の研究者は一度も意見を求められていませんで先ほどあの今井さんおっしゃったドイツ語のフラーハイツ・トラフェっていうのは奪うものを剥奪される方域は何かっていうことを示していますで公金っていうのは 刑罰を執行する際の状況を示した言葉として imprison ですね imprisonment ということになります imprisonment って拘禁っていう言葉を使うってことは拘禁している状況をどうするかということが含まれているわけです先ほどからの議論の中であのお話ありましたけど刑法の中で刑罰の目的なりやるべきことを全て書いておくっていう考え方は非常に性的な ススタティ,スティックな考え方ですで刑罰の展開っていうのは先ほどから申し上げましたように宣告して適用して執行するという動的なダイナミックなプロセスを経るわけですからどここにに重点をを置くのかかとということを明らかにしななければなりませんでそういう意味で言うと「インプリズムメント」という、えーと「公金という言葉を使ったのは中立的でまあ意味のあまり付与されていない概念で 私も抗菌系でいいのではないかというふうには思います言葉としてただ抗菌系が抗菌系じゃないんですよ改善構成なんですよじゃあ抗,抗菌系というのを読んで改善構成を図るという意味がどこから出てくるんですかで、刑法っていうのは言葉を見たときにその言葉を見たときに日常用語の中で一般の市民の人たちがわかるようなものにしておかないと先ほど言いましたように 何が行われるのかがからないと自分の行為規範として何をしていいのかもわからないわけです。でそういう意味で刑法のののの改正の中にこの公金刑といいいうのを入れる以上公金だけ書けばいいんですで執行の段階のところであの今日の資料にも挙げましたけども非常にあの、えー、受刑者処遇の原則っていうのはですね受刑者の処遇はそのものの資質および環境に応じその実格に訴え 改善構成の意欲の喚起および社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする執行のあり方がちゃんと書いてあるんですよ。なんでこれを刑法の中に書き込まなきゃいけないのかが理解できないつまり抗菌刑じゃなくなっちゃうんですよそしたらこれは改善・構成刑にすべきではないですかつまりこれは改善・保安刑になってしまうんです。 だから今まで日本は刑罰一元主義でしたけれども、これからは保安改善処分一元主義になるということを意味してしまいます。それをレッテル詐欺で拘禁刑と言っているというふうに私は考えます。以上です。東徹君、はい、ありがとうございます。そうなってくると、名称のあり方もですね、あの、どうなのかなというふうに思うわけですが。 あのまあ、例えばです、まあ、そもそもやっぱり懲役刑という名前が間違ってたということなんでしょうか、これ今井参考人、石塚参考人にお伺いしたいと思います。では今井参考人から あ間違っているかと言われると、私たちの先輩が明治40年に作られたときには、一番いい言葉を選ばれたんだと思います。先ほど言いましたように、日本はボアソナート刑法に始まって、ヨーロッパの刑法を輸入してきましたが、その前には新、新国、民国の律令を学んできた歴史があるわけですよね。それをもとに江戸時代の,この,あの過酷な刑の執行等を踏まえますと、言葉は使うけれども、西洋的な内容を組み込むというところを考えますと、当時としてはベストな 答えだだったんだろうと思いますそしてその言葉ばが、まあ、今後も使われていくべきだという方はおられますけれども、やはり、えっと、お話ししたように、えー、処遇の個別化を可能にするような言葉としては、すべての人に刑務作業を義務付ける懲役であってはいけないということから、新たなコンセプトのもとに拘禁権が選ばれたのだと思っております静香参考人。 えっと長益という言葉を選の選ばれたのはまおっしゃったあのように明治40年でその時点ではそれなりの言葉遣いを持ってたでえっと長益家の場合には定益を課すになってたんですね定益えき務を定めて課すことになってたんですでこれを、えー、901995年ですか改正の時にあの松尾先生が中心になられて 所定のの作業といいう色のない言葉に変えられたわけです駅務ではなくて作業ですよでそれは刑務所長が決めるんですよとこれはもう権力だったと思うし松,松尾先生らしい言葉の選び方だったと思います。で今度はそれにさらに改善更生のための定役なんですえの作業なんですよ。定役じゃないじゃないですか。 そうすると収容者の人たちは「自分のやってる作業は改善・構成に役立つの?」と聞くことになりますよね。そうすると職員の方は「なるんだよ」って言うけど「本当ですか?」と。そういうような局面を職員の人に作らせないでほしいです。日本の公務員真面目ですからね。言われたらその通りちゃんとやるんですよ。でそれは国会が余計な益務を与えないでほしい。 職員さんたちにお願いします。東徹君。はい、ありがとうございます。ほぼ時間になりましたので、これで終わらせていただきます。山添。